だってサポーターからコメント大量に来てましたけど、はい、バス囲むとか解任だみたいな、それに対してちょっと何かしらコメントありましたらお願いします。それはちょっと今秘書の方からちょっと連絡させて いやそれを直接説明する場っていうところをぜひ設けたいなと思ってます。それはだから皆さんから選んでもらったというところで、はい、いや誰も選んでないです、勝手に就任してます。ミス徳之島さん、田島ゆりかさん、そして池田愛理さん含めたちょっとそのオールスター、いや愛理沙さん入らないです、ね、いや愛理沙さんまだお会い直接お会いしてないんで、だそのオールスターの方のちょっと支えが必要になってくるかもしれません。いやそんななくてもやってるんで皆さん、はい、プロは、はい、だその人の力はな、私の力はなきゃやれないっていうのもおかしいんで、そう言ってますけど、プロとしては本当にまず自分の力で一人で立ち上がって力を見せてください。はい、住んでる家もはだから本当に家に頼ってるってことです。本当いやだそうです、ね、実家暮らしで本当に頼ってた、まずはで自分できるところから一人できるんだっていうところを見せていきましょう一緒に。はいやだ、だ一緒になって見せていきましょう。それはじゃあ一人暮らしするってことですね。いやそれはまた違います。なんでじゃあだからポドラポンちゃんと一緒になって見せていきましょうってことです。いや意味がわかんない、一人暮らしするんでしょって。それは厳しいです。なんで厳しいんだよ。だそれはちょっとまた別の動画の方でちょっと考えさせていただきます。いやだからこのチャンネルでその模様もじゃあ、いやそれはちょっとおかしな話になってしまうんで、今サポーターの方々に言えることは信じてくださいということだけです。本当に4連敗でしたけど、はい、大丈夫ってことですね。次絶対止めるってことですね。だからもうそういうことです。だから信じていいんですね、サポーターは。はい、だからそれを信じていいよ。もう勝ちたいに決まっとるやろ。シュート1本で勝ちたいに決まっとるのはおかしいでしょ。ちょっとそれは手元の集計をちょっとはい、だから本当に勝ちたいっす。うちの子たちも本当に勝ちたいと思ってやってます。ただサポーター応援していただいてる方々に対しては本当にこんな度重なる不甲斐ないしは本当申し訳ないです。絶対に次は連敗止めるんで、でもサポーターの方にはもう一言信じてくださいとしかもう言いようがないです。本当に一緒に戦っていきましょう。で目は死んでないんで、選手たちも選手の子たちも。いやそちらはすぐ諦めてましたけど、なんかはい2点目取られた後なんかもう諦めたような感じでしたけど、この前それはないです。一瞬さすがにとは思いましたけど、でも諦めたということは本当ないです。それはあとサポーターに伝えたいことないんですね。いつも、支えてくださってるサポーター皆さんありがとうございます。本当不甲斐ない試合4連敗というところを見せてしまって本当に申し訳なく思っております。ただサポーターも私も1ミリも諦めていないです。どんなサポーターもって言えるんですか。それは失礼しました。選手の子たちも私も1ミリも諦めていないです。もう勝利に向かって愚直にしっかりとトレーニングをして次の試合を迎えたいと思います。突然ですね、どうか自分のことを信じてほしいです。絶対に結果で示したいと思います。サポーターへの方々へのメッセージは以上になります。それでは続いて、先日お伝えさせていただいたプレゼント企画の、当選者の方を私から発表させていただきます。850件近くの応募をいただきまして皆さん本当にありがとうございます。まあ、1名の方にしかですね、プレゼントをお渡しできないというのは大変心苦しいんですけれども、抽選の結果この方にユニフォームプレゼントしたいと思います。その方からのコメントがこちらです。群馬のユニフォームが欲しいです。群馬は東京さんのように強くはありませんが、僕の地元で僕は、サッカーが大好きなので群馬を命がけで応援しています。フォアロン東京頑張れ当たりますようにというコメントをいただきました。四能高弘さんです。おめでとうございます。三能高弘さんのこう次ですかね。四能高弘さん、群馬さんのこれ今プレゼントということですね。おめでとうございます。YouTube の、メッセージでやり取り希望ということで YouTube の方でメッセージをお送りさせていただいたのでそちらをご確認いただければと思います。当選おめでとうございます。さあそしてですね、当選されなかった方大変申し訳ございません。ただたくさんのご応募皆さんからいただきまして本当にありがとうございました。またこういった形で皆さんへの感謝をお伝えするプレゼント企画もやっていきたいと思っておりますので引き続きフォアロン東京チャンネルの方をよろしくお願いいたします。チャンネル登録ラララララララフォアロン東京ララララララチャンネル登録ラララララララ幼いやつは